こんばんは、トンチンカンのチンです。今日はあやとりで蝶々、富士山、猫から最後兜を作ります。はい、左手の親指と小指に紐をかけて、こちらは親指だけにかけます。小指を手のひらの紐を取って、人差し指で両方の、はい、手で小指の紐を取ります。中指で両方の中指、手のひらの紐を取って、小指で、はい、親指下の斜めを取って、まっすぐ下ろして、この隙間に入れて親指を外すと、はい、蝶々ができました。蝶々の次に、はい、次は富士山です。この親指で両方の羽の斜めの紐を取って、人差し指の紐を外して、はい、手を向こうにやると富士山ができました。はい、次に親指で両方の小指のまっすぐの紐を取って、中指をまっすぐ下げて、この間に入れて、また親指を外して、はい、中指を上げると、はい、猫ができました。最後、猫から、はい、兜を作ります。はい、この猫から、この中指にかかっている紐を両方とも人差し指にかけます。はい、そして手をクッと下に向けると、はい、兜の完成です。皆さんも作ってみてください。